ゾナー50メートル MF1.5 ゾナーは、サイスイコンのルートビッヒベルテレがエルのスターを改良して1929年に発明したカール・ツァイスのレンズである。名称の由来は、サイスの工場が郊外にあった都市、ゾント方辺から来るという説と太陽を意味する、ドイツ語から来るという説の2つの説が知られる。なお、現在カール・ツァイスでは、 ベルテレがゾナーの前に設計したエルノスタータイプのレンズにもゾナーの名称をつけている。貼り合わせによる前。しかし、5群のレンズが後方に伸びていることは、一眼レフカメラにおいてはミラーに干渉するという問題があり、コーティング技術も発達したことと、特にダブルガウス型においてバックフォーカスを長く取れる処方が確立されたこともあり、一般に、 世界1.4前後の大口径に設定されるレンズ交換式一眼レフカメラの標準単焦点レンズについてはゾナータイプは見られなくなった。しかし一眼レフでも標準域大口径以外特に中望遠レンズや望遠側のズームの部分群としてまた一眼レフ以外では標準域大口径でもゾナータイプは広く使われている。コーティング技術が 実用的でなかった戦前においては三軍構成で空気境界面が少ないことと当時のダブルガウス型では泣きどころであったコマ収差を抑えることに成功したことでプラナーに比べ格段に高コントラストな画像を得ることを可能にした当初は回2.0の1932年には三軍7枚回1.5のコンタックス用 5cm レンズが作られた しかし性能は高いが、大きなガラス貝が必要で重く、3枚割り合わせのために製造効率も悪く、非常に高価であった。戦後は一眼レフカメラに主流が映っていったわけだが、レンズの後方にミラーを置くスペースが必要となる一眼レフカメラでは5分が干渉するゾナーは不利であった。コーティング技術の発達などもあり一眼レフカメラ用、交換レンズではゾナー型は、 望遠レンズなど一部に採用されるに留まっている。一方で、ミラーの制限がないコンパクトカメラ等には、小型にまとまる利点を活かした、ゾナー風構成の採用例がいくつもあり、さらに時代が移った、デジタルカメラでも一眼レフカメラ以外に採用例がある。非対称型構成のため、糸巻型の Y 曲周差が発生しやすい。アルファベット順に記述する。 コンタフレックス2眼レフも参照戦前の、ライカハンレンズ交換式2眼レフカメラ用であり、戦後のライカハンレンズシャッター式1眼レフカメラには使用できない。コンタフレックス126フィルム使用カメラも、参照専用マウントによる交換式。コンタレックスも参照コンタックス用ゾーナーはいずれも1000。コンタックスレンジファインダーのコンタックスシリーズも参照。 コンタックスコンタックス RTS シリーズも参照高級コンパクトカメラ、コンタックス T シリーズに固定装着されている。いずれも L のスター型である。コンタックスコンタックス T シリーズも参照、コンタックス G も参照、コンタックスコンタックス N システム645も参照、エクサクタマウントレンズの一覧カールツアイスも参照スウィックシリーズを除く。 ハッセルブラッド V シリーズ用。シャッターを内蔵しないものは2200シリーズ専用。ハッセルブラッドも参照ライカマウントレンズの一覧カールサイスも参照 M42 マウントレンズの一覧カールサイスも参照 ZF マウントは IS 相当。ZK2 マウントは IP 相当。ペンタコンプラクチ6、ペンタコン6。 エクサクタ66シリーズ用レンズも参照ローライ 35S、ローライ 35SE に固定装着されている。ローライローライ35シリーズも参照、テレローライフレックスニーゾナー135メートル MF4 が固定装着されている。ローライローライフレックス66シリーズも参照、ローライローライフレックス6000シリーズも参照、ローライローライフレックス SL66 シリーズも、 参照、ローライローライフレックス SL35、SL2000 シリーズも参照。ありがとうございます。